中原氏着流押し工事家は、大劇、特に劇の主座である極務を世襲した地下家。室町時代、15世紀後半の仕とみの代から、押し工事家を名乗った。江戸期の下六七十六国。本来の科学は、妙行堂で、初期には、広住流清原氏着流と共に、妙行博士、極務を世襲するも、清原氏の昇格に伴い、博士家としての地位を喪失。 代わりに、江戸期は単独で極務を世襲したことから、おしこうじやそのものが、極務と呼ばれるようになった。蔵主政、大井の神、家門頭、国葬院別頭も多く兼任。このため、地下家ながら、苦行に列すことも不可能ではなく、お月市着流官務身武家と共に、地下官人の当領と称された。ここに、中原市所流水頭平武も加えて、三模様子とも呼ぶ。 また、渋養女の敏子は、公明天皇のおめのと、大井ごめのとを務めた。明治維新後、家族に列死断尺に除された。一族の多くが、職務記録や日記を残し、市政はそれらを内閣文庫等に寄贈したため、歴史研究上の貢献は、極めて大きい。押しこう家の本生中原氏は、10世紀の妙業博士、 中原宇蔵から始まる学者の名門で、中原氏の本流は、妙行道を科学とし、傍流は、妙暴道を科学とした。押小路家は、妙行道系統、引いては、中原氏全体の着流である。なお、自然体の当主は、藤原氏、源氏、立花の氏、王氏などでは、視長者と言われるが、他氏では、視長者制度は顕著ではなかった。中原氏、 第十七代当主、中原氏富の代から、押し工事の仮名を名乗るようになった。江戸時代における下六七十六国。文家に同じく地下家の清水家と山口家がある。なお、南北朝時代、四守記の著者として知られる中原氏守や子孫数代も、押し工事家を名乗ったことがあるが、同盟別家である。本来、中原氏着流は平安時代中期から、 広積流清原氏ー・流ヨと共に、妙業博士及び局務となるものを排出する、家系だった。ところが、公的主の清原氏は、室町時代に中上級の貴族である苦業に列する、価格に上り、さらに妙業博士の地位も、清原氏から着流船橋家、所流伏原家の二夜が独占することになった。その代わり、下級貴族が担当するつぼね、務の地位は、 江戸時代から、押し工事家が単独で世襲するようになった。やがて、押し工事屋そのものが、極務と呼ばれるようになった。中原氏着重は、極務だけではなく、鎌倉時代初期の中原氏、第九代当主の中原氏から家門党も兼任した。また、鎌倉時代以来、国葬院別党の官職は、極務が兼ねるのを慣例とした。さらに、第十七代、 おしこうじけ初代のしとみの代からは、蔵主制も兼ねた。地下家だったが、江戸時代後期のおしこうじ第十一代投手史し、第十四代史徳は、十三民に除され、苦行となっている。このような特殊な地位から、左大使の上司である官務を務めた小家や騎士、着流美武家と共に、地下官人の投領と称された。ここに、 水筒を務めた中原氏所流平竹も加えて、三模様子とも言う。儀式、九時の際には、下級官人たちは、押し工事家の激方、身武家の官方、平竹の倉人方に分かれて、再沙汰を受けたからである。押し工事家、第十二代当主の支部の幼女都子は、公明天皇の目のと、後大井目のととなった。また、日記、大井米のと都志子や追筆 大いごめのととしこざなどの著作がある。明治維新後、明治12年に、明治天皇の特使によって家族に列し、17年の家族礼で、死生が男爵に助爵された。死生次男のおしこうじ法保の妻富は、斉藤義八の十枚で、死保時代のおしこう正信は、死生及び鍋島主弥明の孫である。明治19年、 姿勢は、おしこうじ家の造本242部を内閣文庫に、剣王。このうち、初期類目録の110番までは、劇として言ってきた公家ごとの記録であり、おしこうじ文書全98冊としてまとめられた。また、110番以降は、劇としての日記類である。おしこうじ家は大劇だけではなく増主制、大井の神、家門頭も兼ねたため、おしこうじ文書には酒屋や、 米屋等、両薬両足に関する記録も多く貴重である。押しこ家の関連文章はこの他にも宮内庁、書領部や東京大学資料編参書にあり、また、史書記50巻は国立国会図書館所蔵である。国立歴史民族博物館の急高給料取調べ庁データベースより算出した幕末期の押しこ家量は以下の通り。判例村上元家の漫画、竜。 ルーマニアレウマイナスで、主人公、オシコウジリュウが男爵家であり、財閥家でもあるオシコウジ家の子息という設定になっているが、このオシコウジ家は、上記のオシコウジ男爵家には該当しない、架空の家系である。ありがとうございます。